どうもこんにちは、作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて、これをやめるだけでも体の調子がアップできて健康が維持できる3つの方法というのをご紹介していきたいと思います。多くの方がですね、朝起きた瞬間から腰が痛いとか体が重だるいというふうに不調を訴える方って結構いらっしゃいます。多くの方がですね、あまりやってはいけない3つのことを日常生活でしてしまっていたというのが分かりましたので、今日はですね、この間違った3つのことをお伝えします。そしてこれをやめることで今よりも体調がアップして、そして健康が維持できるように体づくり、僕と一緒に取り組んでいきましょう。なので今日は筋トレとかではなくて、本当にこうやめるだけ、ちょっと意識を向けるだけでも体の調子が上がりますので、ぜひ運動嫌いな人も最後までご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける運動方法などをどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、このやめるだけでも体の調子が上がる3つの方法とはどんな方法なのか、一緒に学んでみましょう。さあ、それではですね、やめるだけで健康を維持できる方法を早速ご紹介していきます。まず一つ目、座っている姿勢でちょっと足を見てください。このように、足を深く曲げて、そしてつま先だけこのようにですね、ついて座るポーズ。これはやめるべきポーズになります。これなんでダメかというとですね、まずこの膝を曲げる、深く曲げて、特に椅子の下の方まで行ってしまうようなこういう曲げ方というのは、これハムストリングスというもも裏の筋肉、これね、ぐーっと膝を曲げる筋肉なんですけど、これを常にね、緊張状態、働かせてしまっている状態なんですね。なので、こういう風に、常にもも裏が働いてしまうと、座って休憩してるはずなのに、もも裏がどんどん硬くなっていっちゃいます。そして、曲げる筋肉ですので、ずっとこのまま筋肉が働いて硬くなると、いざ立とうとした時に膝が伸びづらくなっちゃったり、あとは伸ばそうとした時にズキンと膝が痛くなってしまうんですね。なので、ずっとね、座って何も疲れるようなことしてないのに膝が痛くなっちゃうような方は、実は深く膝を曲げすぎて座っている方の特徴になります。そしてさらにですね、この足先を見ていただくと、足先だけちょこんとこのようについてる状態でこう座ってしまうとですね、これはですね、つま先立ち状態になっているので、これふくらはぎを常に使ってしまう、ふくらはぎの筋肉を短縮といってこう縮こませてしまうので、もうこれも同じくふくらはぎの筋肉が徐々に硬くなってしまって、そして吊りやすくなっちゃうんですね。なので夜吸ってしまうって方は、もしかしたら座ってる時からずーっとこのようにふくらはぎが縮こまっちゃってる状態に陥ってる可能性があります。そしてさらにですね、こうやってつま先だけこうついていく、つけるとですね、いわゆるここつま先立ち状態にこうなってるので、足がですね、こう垂れ下がってる状態で固まってきちゃうんですね。そうすると段差とかでこうつま先を上げて、段差につまずかないように、するべきところで上がらなくなっちゃう。そうするとつまずきやすくなって、転んで骨折などの大怪我につながってしまいます。なのでおさらいをすると、このように椅子に座っている時に椅子の下まで深く曲げてしまって、つま先だけこのように床につけている方、つま先だけつけて座ってしまっているこのポーズを取り続けている方は、もも裏が硬くなって膝を悪くする、そして足首ですね、ふくらはぎが硬くなりすぎてつりやすくなっちゃう、そしてつま先を垂れ下げている状態なので、つまずきやすくなっちゃうと、こんなにも悪い影響が出てしまうので、できたらしっかりと足の裏がね、ベタッとちゃんとつくような高さの自分の体に合った椅子で生活をしていただきたいと思います。さあ、そして二つ目のやめるべきことですね。それに関しては、これも同じく座ってるポーズなんですけど、このように後ろに寄りかかるポーズですね。これはですね、もうなんとなく悪いなと分かってると思うんですけど、やっぱり楽なんですよね、このポーズは。しかしその楽だというのが実は問題で、いわゆる骨盤が寝てしまう状態になりますから、骨盤が寝てしまうとですね、だんだんこう体を起こしたくても起こせなくなっちゃう。そして厄介なことにですね、こういう背中を丸くするようなポーズで長時間テレビとか見て、この状態で体が固まってしまうとですね、いざこう立ち上がってこう背中を伸ばそうとした時にズキーンと腰が痛くなっちゃうんですね。なのでマッサージとか普段から施術を受けてるのに、
立ち上がる瞬間とか歩き出しの瞬間に腰が痛くなる方というのは実は姿勢が問題なんですね。こういった方はですね、マッサージいくら毎日行ったとしてもこの姿勢をやめない限りは慢性腰痛は絶対治りませんので、できたらこの椅子のですね、一番深いところに腰を当てましょう。よく背もたれにね、こう背中を当てるってお伝えする人もいるんですけど、僕は腰を背もたれに当てる方がすごくこう楽に姿勢を維持できると、実感しておりますので、できたら腰をもう背もたれに当てて座ってみてください。で、深く座ってみましょう。そして、この時にですね、大事になってくるのが、同じポーズでずーっといることが良くないんですね。なので、例えば20分ぐらいこうやって寄りかかる姿勢を取るのは全然いいことです。なので、こういったポーズ自体を完全にやめる必要はないんですけど、長時間取り続けてはいけないということを覚えておいてください。そして骨盤が寝てしまうだけじゃなくて、これ腹筋も潰れている状態なので、腹筋が効かなくなってくるんですね。そうするとですね、お腹、特にですね、下っ腹が出てきてしまう。なんか、ぷにぷにつまめちゃうような、腹筋のたるみが出てきちゃうんですね。そうすると腹筋本来の上半身を支える力ですね、バランスを取る力とか姿勢を維持する力も働かなくなって、起こそうにもヒューンと起きなくなっちゃう。すぐ姿勢が潰れてきてしまう。こういうふうにですね、姿勢を維持できなくもなってしまいますので、ぜひこの寄りかかるポーズを長時間取るのはやめましょうということですね。ちなみにですね、このいい姿勢を取ろうとするポーズは、これ腹筋とか背筋をこれ無意識に使ってるんですね。だから実はこうやっていいポーズで姿勢を正して座るっていうのは実は筋トレになってるんです。なので寝てしまってるポーズよりも起きたポーズで生活をなるべくその時間を長くしてみてください。さあ、そしたら最後三つ目ですね。三つ目はですね、寝ているポーズなんですけど、横向きで寝ないようにしましょうということですね。これ横向きで寝るとですね、まあ、ちょっと今椅子の上ですけど、こう横向きで寝るってことは多分皆さんこういうふうに膝がこう曲がると思うんですね。そうするとですね、さっきと同じように長時間膝が曲がりっぱなしで筋肉が硬くなってしまいます。あと股関節もこうやって曲がった状態でこう寝てしまうので、いざこう朝起きてで立ち上がろうとした時に股関節が伸びずにですね、無理して体を腰で起こそうとして腰痛になってしまったりと、そしてずっと曲がった状態で寝て、ね、その姿勢が長かったので伸ばそうとした時にあちこち節々が痛くなるというふうに体の不調が出てしまうんですね。なので実は横向きで寝てる状態というのは朝起きて立とうとした瞬間にいきなり不調を感じてしまう原因なんですね。まあ、もちろん人によってはもうこの横向きじゃないと寝れないとか、寝方というのは人それぞれなので、いきなりやめるというのは難しいかもしれないんですけど、まあ、朝から不調を抱えている方というのは大体この横向きで寝てしまっている方が本当に多いので、まあ、できたらですね、こういった横向きで寝るっていうのをなるべく控えるっていうのも大事だよって覚えておいてください。そして、プラスですね、まあ、これはやめようというよりは、こういう風に改善するといいよというアドバイスなんですけど、それはマットレスですね。結構ご年配の方で、例えば介護用ベッドに新しく変えて、その上にお布団をね、こう敷いてるだけの方って結構いるんですね。そうするとやっぱり硬い布団の上で長時間、例えばもう5時間、6時間寝てしまうとですね、体がですね、やっぱり圧がかかりすぎて痛くなっちゃうんですね。特に高齢の方となると、ちょっとこう筋肉の量も減って骨が直接当たりやすくなっちゃうので、そうするとですね、なんだかこう体が朝起きた瞬間から痛くなってしまうんですね。ベッド専用のマットレスを敷いてあげるだけでも、実は体の不調っていうのは取れやすくなりますので、なのでこのように体の圧を分散できるような寝具を導入するっていうのも実は朝起きた時の不調を解消してくれますので、なので朝起きた瞬間から体が痛くて不調という方はですね、ぜひこの横向きで寝てしまうのを、まあ、なるべくやめたりとか、それがちょっと難しいようでしたら寝具を変えて少しでも体の圧を減らして体に優しい状態で眠れるようにしてみてくださいね。はい、今日はですね、このように、やめるだけでも体の不調が取れて、そして健康を維持できるような方法というのをご紹介させていただきました。このように健康に役立つ運動をこれからもどんどん紹介していきますので、もしよかったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。では皆様ご清聴ありがとうございました。